はい、えー、北海道旭川の事件でございます。ダイヤモンドオンラインが、あ取材してまとめているんですけども、うん、このね、広瀬爽彩さんの、事案でございます。事件ですよね。まあ、これはね、もう本当に、殺人事件と言ってもいいんじゃないかなと思いますけどもね、なんでここまで、加害者を保護する必要があるのか。うん、私が一定の権力を与えれてるんだったら、もう加害者にはね、もう命はないと。 いうところまではいいかななとと気が済まんなと思いま思、まあそれでも気が済まないんですけどもねうん結局あの加害者の方にペナルティーがなないわけなんですよでそれを守ったり隠蔽したりする、まあ、おかしな人たちがいるわけなんですよねで今回の事件もここまで時間がかかるものかなと思っちゃいますよねそれはね残されたご遺族の方の気持ちを考えると日々本当にやるせない悔しい気持ちでいっぱいだと思います。 自分の愛する娘が思春期に楽しい人生を送れずにそればかりか未来を奪われてしまうとそして加害者の方はノー,ノーと生きていてそれを守る隠蔽体質が学校にあるという、まあ、学校っていうところももう時代遅れになってきてまあ教員のね隅から隅まで悪人だとは言いませんけどもここまでこの事件を見てきてね何も行動を起こせない 教員組織もやっぱり同罪だと言わなければなりません。学校の中でよくね、いじめっ子を見て見ぬふりする。いじめの現場を見て見ぬふりする。それはいじめっ子に加担したことだよっていうふうにどっかの偉い先生が言ってますけどもね。いや、お前らもそうだろうと。この事件を目の当たりにして、全国一斉に教員がね、ボイコットをするぐらいのことができないんでしょうか。いや、そこまで来てると思いますよ。この問題は、対岸の火事、他の学校のこと、自分たちには関係ないよねと思っている 教員、それはですね、全く分かってない、気づいてない生徒の声が聞こえてないってことだと思うんですよ。どんなところにも大小の差はあれ、いじめがあり、助けを求める人がいる。でも、直接先生や親に相談できない環境もある。特に先生は隠蔽するんで相談できないですよね。まあそういったことがね、この記事も書かれています。えー、例えばね、ここに様々な 本当にね、おぞましい事件があるわけなんですけども、もう完全に精神をね、乗っ取られてしまったことと、うん、なんかこう、教養をするわけなんですよね。こういうふうな、一定の画像を送らないと、ゴムなしでやるぞ、というふうにね、中学生のね、言うことではないですよね、こういうのはね。どの親がこういうふうな子供を育てたのかな、と。どんな学校で過ごせばこんな人間になってしまうのか。もう早くね、北西中学はね、解散した方がいいと思いますね。 えというか、この北西中学にあれから入学させようと思う保護者や子供がいるってのがね、またね、劇的に危ない環境になっているだと思いますよね。で、中山教頭。ね、中山教頭はどんなことを言っていたのかということですけども、うん、例えばね、ここら辺2回だったかな。うん、えっ、ー、と、2番だったかな。うん、3番かな。 あれちょっと出ないですね、記事がね。まあとにかくね、ちょっと記事があったんですけども、中山高等教頭っていうのが、えー、っと、10人の加害者と1人の被害者、どっちがあ未来に、日本の未来のためになるか、これですね。対応に当たった中山教頭は、 加害者10人と被害者1人の未来どっちが大切だかと、要するに加害者っていうふうにもう認識してるわけなんですよ。害を与えて、この1人の女の子をね、被害を負わせたってことを、この関係が分かってるのに隠蔽してるわけなんですよ。どちらが将来日本のためになるか冷静に考えてくださいと。冷静に考えたら、この中山教頭がいないことがね、教育現場にいないことが日本のためになると思うんですけども、いかがでしょうかね。だから、加害者10人に、この教頭が加担してるわけなんですよ。先ほど言ったように、この、 加害者被害者の関係があるのに見て見ぬふりをして相談してきたお母さんにもこんな一括を食らわせるなんですよ。ね。そして、これ以上何のものを望むんですかと逆ギレと。で、お母さんもね、悔しい中、譲歩するんですよ。できないのは分かっているんですが、娘の記憶を消してくださいというふうに、まあ、こんなことはね、できないことは分かっているのに、そのぐらいの気持ちですよっていうふうに言ったのに、その言葉の通りに捉えて、揚げ足を取るように、京都は。 頭がおかしくなったんですか病院行った方がいいと。すすら笑ったというね。で、こういう人間がね、学校の現場にはびこってるわけですよ。そしてこの教頭っていうのも勝手に教頭になるわけじゃなくて、こういう頭のおかしい人に、この教頭という権限を与えている、うん、ま、さらに頭のおかしい奴らがいるわけなんですよね。うん、だからね、なんか私はね、ちょっとこう、昔のことをね、蒸し返すわけではないんですけども、学校に番長制度っていうのがあってね、生徒の中で、 ちょっと乱暴なそういうのっていうのは脅威に食ってかかってね、うん、言ってみれば生徒の中で威張ってはいるんだけども基本的には生徒をね自分のおまあ部下っていうかね軍団としてですね権力や大人たちに立ち向かっていってくれる存在だったんじゃないかなと思うんですよ。うんなんかね単純に比較はできないんですけども反社反社って名前をつけて社会では追いやられてる、まあ、いわゆるね 家族とヤクザっていう映画ではないですけども、うーん、なんかそういったね、もしかしたら社会をピリッとまっすぐにするためには、うん、ある程度の必要枠っていうんですかね、今となっては結局誰が悪党なのか分かんないですよ。自民党なのか、共闘なのか、学校現場なのか、ね日教祖なのかね、うん、何なんでしょうかね。 ちょっと言葉にまとまらないぐらいの怒りがこみ上げてくるわけですけども皆さんどれにお感じになったでしょうか、えー、とにかくねこういった北海道旭川の事件を許すことができないとその声だけは残しておきたいと思います